ジェニーリン・シミズは、日系アメリカ人のファッションモデル、女優である、カリフォルニア州サンノゼ出身、カルバンクラインの CM キャンペーン、アメリカンビューティに抜擢され、日系人で、ゲイでタトゥーありという、それまでにない新しいモデルとして注目された、サンノゼ生まれ、サンタマリア育ち。薬局を経営していた両親はどちらも、日系アメリカ人2世だが、日本文化とは、 縁がなく、一般的な労働者階級のアメリカ人として育った。バスケットボールが得意で、カリフォルニア州立大学のオスリー事故に、スポーツ入学するが、一年で退学し、地元のコリアタウンにあった自分のガレージで、バイクと車の修理工を始めた。ロサンゼルス東部に位置するシルバーレイクエリアにあるクラブ、ルバーの外で、スカウトされる。 清水はそこに勤めるスイートピーという女性と交際しており、よくクラブに出入りしていた。その女性は2008年現在、結婚しており、ファッションテレビ番組などに出演している。クラブの外で、シンガーソングライターのアリス・テンプルと、モデルのトニー・ウォードと3人一緒に清水のバイクに乗って、遊んでいる時にキャスティングエージェントに声をかけられた。 その2日後にミュージックビデオへの出演を持ちかけられた。キャスティングエージェントは、通常のモデルとは違うタイプのルックスの人を探しに、特殊な人が出入りすることが多かったそのクラブの周辺にいた。その時は、エージェントはミュージックビデオの出演者を探しており、清水もミュージックビデオ用に起用されていたため、業界に入った当初はモデルになるとは思っていなかった。 最初に出演したミュージックビデオはアンボーグの PV だった。ある日、留守電にキャスティングディレクターからの今すぐハリウッドボールに行って LA で大きなスカウティングを行っていてカルバンクラインがいるから絶対に会わないとというメッセージが入っておりロサンゼルスに向かう。着いた頃にはキャスティングは終了していたがカルバンクライン本人に会い写真を撮られる。翌日、 ニューヨークで働こうと誘われ、軽い気持ちで一週間分の荷物を持ってニューヨークへ立った。その後、モデルの仕事でニューヨークで3年半過ごすことになった。1994年にアメリカンビューティーと題するカルバンクラインのフレグランス用キャンペーンのモデルに選ばれ、清水の特大モノクロ写真がタイムズスクエアのビルボードを飾ると大いに話題となった。女性的で エレガントな白人モデルが一般的だった中、東洋人で男性的でクールなその要望で一躍、スターモデルの仲間入りをした。1990年代を通して雑誌やコレクションショーのモデルとしてパリ、ニューヨークなどで活躍した。ジャンポール・ゴルチエ、ジャンニ・ベルサーチなどのショーやカルバン・クライン、資生堂の広告にも出演した。4年ほどで ニューヨークでのモデルの仕事から離れて、ロサンゼルスに戻り、自動車工やバイクに専念しながら、女優活動を開始した。2005年に彼女は、スカイドキュメンタリー、パワーレズビアン UK の中で、レベッカ・ルースと結婚した。そして、タイラ・バンクスのリアリティショー、アメリカズ・ネクストトップモデルにも出演した。彼女は、同性愛専門誌、 ザ・ピンク・ペーパーの2005年の最もセクシーな女性に投票で選ばれた。2007年のジェイミー・バビットの映画、ちっちゃなパイパイ大作戦に脇役で出演。清水はドラマのダンテズ・コーブに出演している。また、メイクメイエス・パー・マダルでは審査員として出演している。1990年代はケイト・モスに代表される、 それまでの流行だったグラマラスでオーソドックスな美の定義を大きく覆す異端的なモデルが活躍した時代であり、清水もその一人だった。白人のフェミニンなモデルが大半を占めるモード界で、アジアンでボーイッシュな出でたちにレズビアンであるとカミングアウトしていた彼女は大きなセンセーショナルを巻き起こした。清水の回想によると当時カミングアウトをしていたモデルは自身とスキンヘッドが 特徴的だったイブ・サルバイルくらいだった。当時、モード界では、清水のレズビアン要素を全体的に押し出す、数々のファッションシューティングが試みられた。その中でも、エレン・アンワース撮影による作品は話題を呼んだ。2007年1月に歌手のマドンナと深い関係にあったことを明かした。マドンナと性的な密通をするために、マドンナが滞在しているところを目的として、 世界中を飛び回っていたと主張した。彼女は私はいつでも利用できる彼女の秘密のブーティーコールであった彼女はベッドで素晴らしいと発言している。彼女は同じ時期にアンジェリーナ・ジョリーとも性的関係があったと主張している。ジョリーもフォックスファイヤーの共演者に彼女と最初に会ったその瞬間に私は彼女と恋に落ちたと明かし、 私が夫と結婚していなかったら、私はおそらく、ジェニーと結婚しただろうと発言している。2005年に清水は、デビッド・ベッカムと浮き名を流した、スペイン生まれのバイセクシャルのモデルのレベッカ・ルースと結婚したが離婚。2014年に一般人の女性と再婚。ありがとうございます。